ビジネスで一番重要なペルソナとターゲット設定。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。ビジネスにおいてターゲットの設定、これ非常に重要なことです。ところがターゲットの設定が甘い企業がほとんどです。例えば製造業、介護施設、高齢者、社長などです。なんとなくイメージはできますが、あまりにも範囲が広く抽象的なターゲットと言えるでしょう。これが中小企業の現実です。そこで今日はターゲット設定とペルソナ設定について分かりやすく解説します。そもそもターゲット、これは一体何なんだっていう話なんですね。ターゲットを直訳すれば標的です。標的とは狙いを定めている獲物というイメージがあるので、なんとなくお客様を食い物にしているようで、この言葉が嫌いなビジネスパーソンも多くいます。とは言うものも、やはりターゲットには違いありません。そしてターゲットの、ね、設定で言うと、今まではですね、男性だったり女性とかね、まあ、性別、あとは住んでいる地域、年代、あとは年収とかね、あとは例えばニーズですよね。これこれこういうことに困ってる人とかね、これこれこういう夢を持ってる人とかっていうようなですね、まあ、いわゆる属性データみたいなもんですよね。まあ、そういうものがですね、このターゲット設定の要素として有効だったんですね。まあ、これはこれです。ところがもう今から15年ぐらい前ですかね、ある日突然出てきたっていうかね、ポッと出てきたのはペルソナと言われる手法ね、いわゆるペルソナ設定です。ちょっとね、このペルソナについて詳しく説明しますと、ペルソナとは自社商品を利用する典型的なユーザー像なんですね。なのでちょっとターゲットの意味合いとはちょっと違って、もう理想的な顧客みたいなね、感じでイメージしてもらえばいいと思います。ですので、年代、性別、移住地などのね、属性のね、単なる属性のことではなく、どちらかというとライフスタイルとこう捉えていただけるといいかなと思います。例えば、東京都港区青山の築5年のマンションに住む35歳の独身女性。勤め先は外資系商社で北米の輸出を担当。英語はペラペラで年に4回から5回はアメリカ出張へ。年収は800万円で休日はスポーツクラブ、エステ、ウィンドショッピングなどを楽しんでいます。また月に3回学生時代の友達と会食をする。このように理想のユーザー像のライフスタイルを明文化したもの、これがペルソナと言えます。ターゲットは絞り込めば絞り込むほど具体的になればなるほど訴求力を増します。なぜターゲットを明確にするのかといえば、どのような商品を開発したらいいのか、どのような商品を販売したらいいのか、ターゲットで決まるんですよね。例えばソックスを開発するっていうことを例に考えてみましょう。で、このソックス会社ね、ソックス会社の強み、肌に優しい繊維と編み方、これが強みだとしますね。このような企業を、機能を訴求した商品開発をすることもまあ可能なんですけども、いまいちターゲットがはっきりしないので、心に響くっていうね、顧客はいないでしょう。そこでターゲットを明確にしていきます。かかとのカサカサや、乾燥肌で悩んでいる50歳以上の立ち仕事をしている女性というターゲットを設定すれば、おのずと商品の内容は明確になっていきます。かかとのカサカサはどのような症状なのか、乾燥肌とはどのくらいひどいんだ、デザインはどのようなものが好まれるのか、販売チャンネルはどこがいいのか、価格帯はどのゾーンがいいのかなど、ターゲットを明確にすることで、どんどん商品の、まあ、詳細が決まってきますよね。まあ、これがターゲットを決めることの重要性ですよね。で、シンプルにかかとのカサカサや敏感肌にお悩みの方というターゲットの設定の仕方もありますが、これではターゲットがこう広すぎてね、訴求力が弱まります。50歳以上の立ち仕事をしている女性、まあ、このフレーズをターゲットの中にプラスしたということですね。訴求力を高めるには、とにかくターゲットを詳細に設定することが重要です。その際注意するのは、そのようなターゲットがどの程度の規模で存在するかなんです。製品のライフサイクルの成長期であれば、競合が多く、まあこれから登場するので、ターゲットを詳細に設定しないと価格競争を避けることはできません。ターゲットをね、絞り込む
ということは、街を歩いている人を振り向かせる、または立ち止まらせるということをね、これに通じると思うんですよ。新宿のど真ん中で男性の人と大声で叫んでも通行人の人たちはピンときませんが、新潟県出身の30歳以上の男性と大声で叫べば、該当する人であれば立ち止まったり振り返ったりするでしょう。まあ、これがターゲットを設定するっていうことのね、本質です。まあ、ペルソナの方もね、先ほど言ったようにもっとターゲットの詳しいもので、理想の顧客像っていうことなんですね。ただ、ペルソナの同じで理想の顧客像が決まってしまえば、じゃあどのような商品を開発したら喜ばれるかっていうね、まあその辺に関しては変わりありませんのでですね、ぜひですね、このターゲット設定、ペルソナ設定をですね、真剣に考えた上で商品開発を行ってください。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。